はい、おはようございます。今散歩これから行くところです。風がすごい。今日は仕事が早く始まるのと、まあ午後版なんですけれども早く始まるのと、いろいろやる時間がないので、お正月に撮りましたフラシーランドの福袋ハッピーバッグ、これの開封をねご覧いただきたいと思います。1日の何時頃だっけかな、11時頃だったかな、行ったと思うんですけれども、もう日テレサービスのはなくて、ラピートが2つとグレープアウター、あ、どっちだったっけな、ちょっと忘れちゃいました。3つを開封しておりますのでご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。レパーカーサービスの福袋です。ハッピーバッグオープン。ふねっしーだ。ふねっしー、あれ、キュートなんだよね。はい、あ、カロウィン、カロウィン、そしてパンチトートバッグ、おお、ボット柄だ、フェイスタオル、ユーマのやつ、そうだね、ミステリーナス、ヨムチャファイル、モアイのハンドタオル、はい、ヤムチャのフレ、ブッチってするの、うん、かわいいね、うん、かわいい、ヤムチャのタオル、はい、バブちゃんガーデフナシ、手袋にもなるアームウォーム、うん、これが共通のだよね、タイガーブランケット、ダメダメ、なんか音がしてきた、ヤムチャシール、マルチカットステッカー、はい、モロちゃんお守り、はい、声がやっと出ました、フニャちゃんお守り、はい、船姫様エマー、アクリル根付け、はい、反転セット、以上です。さっきのドットと一緒だね、ドットフナッシー、ね、ドットフナッシーいた、うん、さっきドットのなんかあったよ、忘れた、はい、以上です。6500円5500円だったんですね、うん、以上、ハッピーパックグレイパーカーサービスでした。続きまして、ラピートのハッピーバッグ。これは箱が入ってるやつです。去年も箱だったんだよね。うん。うん、もなぜか2つ箱あります。便利に使わさせていただいております。じゃあ、オープンです。あれ？じゃーん。あ、LL です。よかった。ブルー LL。でも入るかな？ S はもうあ、もらったから。お揃いですか、もしかして。はい、着てみたいと思います。よかった。これはフリーサイズの。
はい、T シャツ。T シャツ。はい。お、あ、ハヤさんのトートバッグ。クリスマスノエルトートバッグです。おかわいい。あ、キャンピングフナッシーのマスク。マスクケース、マスク&マスクケース。なぜか2個。それが2つ。そして違うシリーズが1個。はい。あ、さくらんぼ？うん、そうだね。うん、あと、これは出した方がいいの？夏祭りふにゃ。あ、フィギュアだ。前もあったね。ふにゃしフィギュア、ふにゃしと。あとで当ててみましょう。多いです。うん。ふなごろ。フィギュアいっぱい。はい。マスキングテープ何本かセットが2本かな。ここに2ついんだ。メラミン皿2枚のスナッシュ、かわいい。はい、もう1枚。うん、あとでこういうのみんな開けてみましょう、うん、あとはねキーホルダーとかランダムが山のように。ガチャかなんかのやつかね、うん、ガチャっていうか、うん、あのお金調整用の 何が、うん、何が出るか。あとで全部開けます。はい、あとです。はい、これがフナッシーイラスト柄の方です。じゃあ細かいの全部開けてみたいと思います。全部開けてみました。じゃあアクリルって言うんだっけ。キーチェーン4つ、アクリルのスタンド、ふにゃふなっしー、ヤンヌちゃんふなっしー、こっちもふにゃふ、あ、ふにゃ、ふにゃとごろちゃんでした。でこれがお皿。フィギュアは赤い靴、ゴロちゃんの赤い靴シリーズとフィギュアのあの和装あとはゴロちゃんのこれは何だろう、ハッピー着てるやつです。でこれがバッグのタグかなんかかな、キーチェーン、キーケースにもなるのかな。はい、以上でした。これが、イラスト柄の方です。これもラピートの、青です。なんか、開けてて、吹き出してる声が聞こえたんで、ほぼ一緒っていうことなのかな。まあ、行ってみましょう。マスクとマスクケース。今度は同じ柄3つ、うん、これは一緒だね。これはさっきのこと一緒かな、うん、はい。これはちょっと違うかな。マスキングテープ、マスキングテープちょっと違う柄だそうです。多分同じに見えるけど本当だ、同じだ2020年のふなっしーバースデーフェイスタオルです。はい、1年落ちね、うん、え、2年中の1年か、まあね、うん、そしてあ、ヘアンヌちゃんのぬいぐるみなんだ。ぬいぐるみか時間色違いですが、はい、変形ドルマンカットソーピンクページ M サイズ、はい、 T シャツか、うん、でもなんかちょっと厚めだよね、うん、またゴロちゃん、ウニャちゃん、またフィギュア群が出てきました。アイスキャンディ、あ、やっぱりフィギュアは3個らしいです。はい、全部開きました。今回はなんか武者祭りみたいで武者が多いです。はい、こんな感じで以上でした。
かぶったのは、かぶったのはそんなでもないのかな。この子と、この子とこれ。これがかぶっちゃったかな。という感じでした。以上、ハッピーバッグ3点の開封でした。ご覧いただきましてありがとうございます。あとは嫌がらせそれ。でもちょっとドリーマー開けてみたいです。完全にレベルオーバーだ。もうちょっとちっちゃく取らなきゃいけないんだね。はい。こんなでした。おぉ。M サイズです。結構なんかでかく感じるけどね。すごい大きい。うん。はい、以上でした。ぜひまたご覧ください。ありがとうございました。